なら初めて見たよ。え、嘘、やってたなって。この話をする前提に、はい、ヨーヨーがあってその中の一部からっていう会話をしていかないと、ヨーヨーの大会の中になんでディアボロがあったのかがわけわかんなくなって、はい、うん、じゃあ金子は言うと日本語がちょっと難しくなるから、これは君が言った方がいいことがあれだ。ローリングスターですか。なんでそんな昔からディアボロやってたの。やってたよ、本当に初期からだよ、本当に。ずっとこうなんだよ。これ全く進まないじゃん。スタートすら切れてないから。お前、俺、金子君の顔違うから絶対に言う。呼んでる、こういうのすぐいけ。将来的に髪をお配りして。でも僕あれなんです、あの2枚なんかこの感じだと全部そっち向いてていいんじゃないか。全部そっち向いてる。これ一応なんか。じゃあ始めてもらう感じで。これリーダーで喋ってもらう。リーダーね。何それ。リーダーしてるんだよ。お前俺カモコの顔違うから絶対に出る。ハイパーディアブロ T シャツはもう見つからなかった。これもう僕らの中の神様。神様並みを期待してくれ。こういうのを作るのいいね。部屋のね。撮影が始まったってなるとみんなちょっと黙るんで。え、なに、最悪。ディアビックね、あの落っことすとこうやって割れちゃうからね。とりあえずね、こうハイパーディアボロ始まって20年なんだけど、実は俺全然やってないんだよ、最初の。買ったは買ったけど。誰が一番最初に買ったかから始めようとして。黄色茶色のやつ買ってた。買った。ここが一番最初。まあ買ったけど、真面目にやったかっていうと。真面目にやってた。真面目にやってない、これ。トラックから降り。トラックから降り。俺だって絶対ほら、全く進まないじゃん。スタートすら切れてない。ハイパーヨーヨーから入って。でしょ、はい、まあ、まず97年にハイパーヨーヨーがあって、ちょっと飽きたねっていうこの次の遊びでチターリングがあって、その次にハイパーディアボロ、ハイパーゲームズのね、はい、第3弾ね。99年の1月にテスト販売っていうことで黄色と茶色のディアウェーブが販売されて、でそこから日本の競技シーンっていうのが大きくスタートするような感じかな。で97年より前もジオジャパンっていう会社が両方のディアボロを輸入してたけど、チェロキーとかにはお台場のね、そうそうそう、あとは東京ハンズにあったりとかそういうのはあったけど、同時にスタート切れるきっかけになったのはやっぱりバンダイが初めてっていうのが俺らの中の最初だよね。で最初に多分買ったのは東条くんと小沢くんは、だから黄色と茶色のディアウェーブ買ってるから、ここは先行販売で買ってると思うんで、これは普通の一般販売のディアウェーブを5月に買ってて、ゴールデンウィークかな、で今日販売で両ハスタを用意して。ヨーヨーありきのディアボロだから、ある程度僕もちゃんとがっちり最初の方は喋ります。で最初回せさえすればある程度技できたよね。そうなんです。ちょっと苦戦するのはクロスオーバーとかそんなもんです。そうそう、すっげえ最後吹っ飛んでたじゃん。で複数のそんななんだ、その最初にトリックがこうリスト化されてなくても、ダイちゃんを見てればある程度、あ、こうやればできるんだっていうのが分かって、俺はスピードループは何も見ないで覚えたから。スピードループできるとある程度技が進むようになるじゃん。そう、じゃあ最初の頃の技ってどうなるんですか。あ、なんかデモンストレーターこのスティックね、今の標準装備の31センチのカーボンと違って、スティックと比べたらもう裁判ラーメンに食べてる。いや、ディアビックはちょっと登場してもらおう。こう、アップしたいね。マッパックスとミスターだよ。ああ、ジョニーの誰かがやってる。ジョニーかどういうか。多分ドリュー。
そうだね、外人買いそうだね。あと夜やってる子が多いから自動的にムーンサルが最初からできてやろうって言われたら、そうだね、ムーンサルト、うわムーンサルトはやっぱり自動的に嘘アマンドザレックぐらいは、ね、そうだ、レックとアームはまあ自動的になんかいい、これなんかすぐそうっすね、あとはまあちょっとトスやってみようとか、ね、ラストキャッチ、あそう、ウィップ、ウィップラストキャッチ、正しいやり方、そうだよ、ね、3みたいに入れるのが正しいやり方、そうそうそう、番外次第のちょっとズルフラビッシュってこういうのか、あーちょっとなんか当てれば入るみたいな、あーキュッてやるのジャッジ的にはね、なんかこれでも OK の人がいて、はい、でもズルキャッチはあの杉山くんが最初にやってるのを見て本当にさ、本当にささっき言ったけどさ、もうこう、爪をガンってやって芝目とか超できたのこれさ、今の時代出したらヤバいじゃないの、考えいや、出せないじゃん、これはめちゃくちゃ危険な物体だからだって、早くして頭やったらマジで死ぬ、いやいやいや、頭当たったら危ないよ、あとはあの、補足としては99年の正月に、新進隠し芸大会で、ナイナイの岡村とか、あとネプチューンとかが、まあ、隠し芸の中国ごまっていう感じでやってて、それで結構お茶の間にしてもらって、それ見た気がしてた、それで言うと、あと幸せ家族系が変わってさ、そこら辺でも中国ごまって言われて、うるさい、うるさい、うるさい、私ね、すげえ怖いんだよ、ちょっとで混ざる。大ちゃんね、東京タワーマジックノット覚えてる？あ、ちゃっかりよくやってたよね、昔なんかさ、だってこうやって短くしてたじゃん、そうそうそう、あ、そうそうそう、すっげえ、なんかさすっげえなんかアホみたいな、アホみたいなそう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 、なんで片方だけ全部真っ黒ってやってたそうそう、6回だったらね6回だったら3回3回しようぜっていう片方で6回巻いてる人いたよね、そういうような人いたよね、いたね、いたね、いたね、もっと言えば切ればいい、知ってます、10分経ってますけど、まだ1ヶ月目から進んで食べれるネタで言ったら、すーげーある、まだまだ全然、まあ全然、しかも濃くなってないところだから何にも始まってないからそうなんです、買ってどうしたらいいんだ状態から始まってるところなんで、これどうしたらいいん、4月のゴールデンウィークあたりにこれが出て、で、5月に、アムラックスっていう池袋にある施設があるんだけど、そこでイベントがあって、イベントがどういう感じだったっていうのを、小沢君が当時行ってるらしいんで。